すということで今回はですね新乃木坂さん誕生第20回の放送が終了したので今回も感想を話していきたいなと思いますはいということで皆さん見ましたでしょうかいや今回の第20回は感動の回でしたよねもう涙なしでは見られないそんな回だったんじゃないかなと思うんですけれどもまずね最初のトークでなおなおが考えた5期生の家族構成っていうのが、ね、発表されてね発表というか出たと思うんですけどめちゃめちゃなんか納得できるような めちゃくちゃしっくりくるね。家族構成で、ね、父と母がさ、ね、お父さんがなぎちゃんで、お母さんがさつきちゃんで、みたいな。で、双子にさ、双子にいよきちゃんがいるのめちゃめちゃ良かったですよね。なおまおですよね。あと、猫がミックなの面白かったですよね。<laughs> 猫がミックっていうことで。いや、ちょっと僕もどうにかここの家族構成に入れないですかね。お <laughs> う無理無理。お前がギリギリ入れたとして、ね、猫のミックの餌。<laughs> お前は猫のミックの餌がギリギリ <laughs> で。今回1曲目が桑田圭介さんの波乗りジョニーを岡本ひらちゃん、川崎さくらちゃん、佐きちゃんと美となおちゃんの4人が披露ということで、これめちゃくちゃ良かったっすよね。もう夏を感じられたというかさ、もうなんかね、前通も終わって、夏終わったなって感じで思ってたけど、まだまだ夏感じられました。ありがとうございました。恒例の設定が今回もね、あって、なんか、シーズンインザさん、さつきちゃんとなおなおといおきちゃんのね、3人でだった、シーズンインザさんの1年 っていうね <laughs> 設定で、まあ、いいきちゃん今回いないからいいきちゃんは風でね休みっってていう設定になってたりとか、でなんかさつきちゃんとね、なおなおが二人で千葉の稲毛の海に行って、年上の海の家で働いてるひなちゃんとさくたにと出会うみたいな、さくたに出会うみたいな感じの、もうめちゃめちゃ細かい。相変わらずね、めちゃくちゃ細かく設定がね、<laughs> あって、で、なおなおは相変わらず看護学生で、で、さつきちゃんはバイトでみたいな。で、ひなちゃんとさくたは海の家で団子売ってるって、海の家で団子 <laughs> 海の家で団子売ってるんやってね。かき氷とかじゃなくてね、かき氷もそんな別にあれか。<laughs> 団子売ってるっていうね。このね、真の水とかょう濃規制では恒例となった設定もね、良かったですけど。で、実際のその披露、歌もめちゃめちゃ良かったっすよね。特によく良かったなと思ったのは、さつきちゃんの最初のソロですね。めちゃくちゃ良かった。もう最高。あの、最初のさつきちゃんのソロ、最高だったし。あと、こう、最近ね、気づいたというか、最近でもないんですけど、あの、ひなちゃん歌うまいっすよね。<laughs> ひなちゃんはね今回はちょっと大人っぽいというかさ低めな感じの歌声だったかなと思うんですけどめちゃめちゃうまかったひなちゃんめっちゃ輝いてたなって思ってたしあと最後のなんか4人のこう、ね、こういうなんか波乗りポーズみたいなか可愛かったですよねあとサクタんの歌い終わったとのコメント、ね、なんか私は冬のイメージあると思うんですけどみたいな夏曲ねこういう夏の,の感じの曲歌えてうれしかったですみたいなさでサクタはるやないかいでねオゾラとさんも言ってましたけどうサクタんのコメントもね相変わらずというか面白かったっすね 次に2曲目が中森明菜さんの「飾りじゃないのよ涙」を井上凪ちゃんがソロ歌唱ということでもうダメよ凪ちゃん <laughs>。 何がダメのお前ね。いやもうほんとなんかどんだけ引き出しあるんだっていうね、感じですけど、まぁ、あ、こうね、今回そのなぎちゃんが個人的にね、この曲難しいみたいな、難しかったみたいな感じで、その自分の歌声の特徴だから弾いていかないといけないみたいな、なんかもう僕たちにはね、オズワルさんも言ってたけどさ、僕たちにはわからないこと言ってたのね。なんかいつもはこう自分の歌声にこうどんどん足していくんだけど、今回はなんか弾いていくみたいな感じだから難しかった。も、ま、う、あ、とにかく個人的に難しかったっていうね、ことを歌う前に言ってましたけども、ほんとに難しい。 しかっったんですかっていうぐらいのもうめちゃくちゃうまかったしまたこうねぎちゃんも歌う前言ってたけど新しいぎちゃん今まで見れなかったこうまた新しいぎちゃんが見れるっていうもうどんだけどんだけのぎちゃんを僕たちに見せてくれるんですかっていう。 ほんと、いろんなね、こう、まあ、歌声だったりとか、まあ、今回ね、すごいね、かっこいい感じで、まあ、私ね、髪型とかさ、衣装もね、めちゃくちゃかっこいい感じだったし、色気もね、あったし、あと僕がめちゃくちゃいいなって思ったのが、そのサビとかのところで、ちょっとこう、笑みを浮かべるじゃないですか、そういうぎちゃんの表情、笑みを浮かべる感じがめちゃくちゃ良かったですし、まあ、あとはね、スタンドマイク、今回スタンドマイク使うのがほぼ初めてって言ってましたけど、そのスタンドマイクの使い方なんかもめちゃめちゃ良かったですよね。そして、歌い終わった後、しんの ギカスター誕生では2度目のニャンニャンニャギちゃんにはね毎週ニャンニャンニャギのコーナー作ってほしいぐらいですけどね2度目のニャンニャンニャギ見れてこれまたいつものニャンニャンニャギとは違くてめちゃくちゃ可愛かったんですけどこのさこのかっこいい髪型とね衣装でのニャンニャンニャギもまたたまらんのよ。 ねえ、もう、毎回さ、その、衣装で、にゃんにゃんにゃきやってほしいですよね、毎週ね。今回のゲストが、沢田千か子さんということで、3曲目が、えー、沢田千か子さんの、会いたいを、沢田千か子さん、それが、流し、あれのちゃんで、拾うということで、まあ、あこの曲ね、視聴者の人からもリクエストが多数あったよ、っていうことだったみたいなんですけど、これがとんでもなくやばかった、もう。もう、涙なしでは見れないっていうね、感じで。で、しかもなんか、これは、この、会いたいっていう曲、歌うっていうのが、えー、本番の2時間前に、その、急遽歌 っっていいうのが決またたみたいでだから2時間前から急遽ねいろいろリハーサルとかさいろいろして、えー、やったっていう感じみたいなんですけど2時間ででで決まっったたクオリティではなかったですよねそれがまず本当にすごいなと思って、まあ、本人的にはねいろいろまだこうやっぱりさ時間もなかったからあーまあ納得いかない部分だったりとかあ,あると思うんですけども、まあ、見てる側からしたら本当に。 これ二2時間は信じられないというか、うん、えぐかったなっと。 思うし最初歌う前に沢田千佳子さんのエピソードがあったじゃないですかそれもあってもう本当に感動しましたもう涙出ちゃったもんマジででねその聴いてるご期生もねもうたくさん涙してましたしひなちゃんとかねミックとかさつきちゃんとかもね涙流してたと思うんですけど歌ってるあれのじゃん本人もねもう歌う前からもうちょっとこう涙ね目が潤んでる感じで歌って終わったあと涙、ね、流してましたけどももうめちゃくちゃ感動しましたねもう なんか いろいろ重なってというかさ、その本番2時間前だっていうのを、まあその時も知らなかったけど、後から知って感動したし、で、その最初のエピソードを聞いてからのこの、ね、会いたいを聞くと、もうよりもう涙が止まらないというか、めちゃくちゃ感動するし、で、このお二人の、お二人とかいうかね、沢田近子さんと、あのちゃんの歌声ですよね、に感動して、もうこれはやばかったですよね。これね、見て泣かない人をね、どうかしてると思う。<laughs> そこまでは言うな、お前。別にそんなことない。で、次ラスト4曲目が、 井上陽水さんの少年時代を長田千佳子さん、それから井沖真央ちゃんで拾うということで、これ良かった。これラストにこれマジで神。なんて言ったって僕は井沖ちゃんの歌声が5期生の中で一番好きなんですから <laughs>。もうめちゃくちゃ良かった。 すね、本当でもそのいおきちゃん自身もその去年の夏に教えてもらってお母さんだけ教えてもらってこう弾き語りとかでもやってた本人にとってもこう思い出のある曲少年時代思い出のある曲っていうことだったと思うんですけど。 いや、めちゃくちゃ良かった。もう、ほんとに、いよきちゃんの歌声大好きで、その、透き通るようなさ、歌声が、まあ、この曲にもね、めちゃめちゃ合ってたと思うし、あとはね、沢田千佳子さんもね、歌う前言ってたけど、その二人のハーモニーですよね。この二人の歌声が合うみたいなさ、感じで言ってたけど、この二人のハーモニーもめちゃめちゃ素晴らしかったですよね。あの、いよきまおは、井上陽水さんの女性版だ <laughs> 沢田千佳子さん <laughs>。沢田千佳子さん言ってましたけど、この少年時代歌い終わった後の3日 ミック英の少年時代でもなあの涙流してたんですけど涙綺麗すぎてビビったもんね僕の涙なんてさもう本当に汚いのね泥水みたいな <laughs> ねえ涙なんだけどミックの涙めちゃくちゃ綺麗だったそして毎週恒例この後は次回予告今回はテレサパンだったんですけどもテレサパンがもうやばいと、ね、この後は次回予告言ってその後 はあ、って言って、この歯がね、ちょっと刺さったぶっ刺さりましたけどね。はあ、って、今チャンネル変えようとしたみたいな。ね、で、嘘の後、嘘だよ、許してがめちゃくちゃ可愛くて。で、その後、見るよね、で、また怖くなって。無、ね、知と飴と無知みたいな。<laughs> もうあれだもんね、テレサパンだったら殴られてもいいもん。<laughs> ね、はって言われてさ、殴られてさ、あ、ごめん、殴っちゃったって言われたら、あ、全然いいよ、もっと殴ってやれよ、ね。何言ってんだ、お前 <laughs>。妄想がすげえな、お前な。うん、いや、テレサバーはね、ちょっとこの感じ良かったですよね。で、その後、収録を終えてのミニコントが小川あやちゃんだったんですけどもね、彩ちゃん、あ夫さんから、ちゃんちゃかをね、あのー、もらったって、5期生みんなに、ね、もらった、みたいな感じから、あやちゃんもね、ちゃんちゃかやって。まあ、た、彩ちゃんちゃんちゃんちゃかやって。 で、でチクショーだったからもうその後伊藤さんがね、えー、やるっていう感じで、でいつもだったらね、その伊藤さんがやってる時に2人帰るんだけど、<laughs> 2人帰るんだけど、今回は帰らないんかみたいな <laughs> ね感じで、今回も面白かったですね。<music> はい。ということで、今回は、新のズカスター男女第20回の感想を話していったんですけども、もう20回なんですね。ちょっと信じられないですけれども、二十20回はもう本当涙なしでは見られない感動回だったんじゃないかなって。まあ、特にやっぱり、アルノちゃんのね、ところですよね。アルノちゃんと沢田千佳子さんの会いたい。えそして、その流れというかさ、それもあって、次のこの井上陽水さんのさ少年時代、陽樹ちゃんとさ田千佳子さんが歌った少年時代も感動したもんね。なんか、それも相まってというか。うん、だからこの後半の2曲はね、ほんと、めちゃめちゃ感動して、 にねね、えー、染みました、ね、はいということで、えー、ぜひですね皆さんの感想もコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います、えー、この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします <laughs> ツイッターとインスタグラムもやってるんで概要欄からフォローできるんでそっちもフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいですバイバイ